じゃあおかわりいただきます。オールデイ小麦のビール、まあ、焙煎系ってやつですね。基本は僕はピルスナー、あの日本のビールな、いわゆる大手メーカーは大体ピルスナー系のビールなんてっていうらしいんですよね。でこういうところで外国のビールとかでいわゆるペールエールとか、もしくはインディアンペールエール、まあ、IPA ってやつですね。で WIPA とかね、濃いのがいっぱいあるんですけど、これはやっぱり結局スッキリに戻って、さっきみたいなね、これね、札幌の赤星、これね、あの最近復刻してすごい出てますけど、昔はね、なかなか赤星を置いてる店なんてのはすごい重宝されるというか、まあ一番さっぱり飲める、まああとはやっぱスーパードライだね、俺が好きなのスーパードライ。あとでもバイゼンもすごい飲んでた昔は。うん、あのね、そういう居酒屋でバイゼン出す居酒屋があって、うん、尾瀬の雪解けとかね、そういうのをね、いただいたりとかしましたけど、今日この外国のすごいおしゃれなバイゼンいただきます。の乾杯。緑の方いただきます。緑の方いったかな、すごく青の方いましたということで、いただきます。うん、小麦だね。小麦の、久しぶりの小麦のビールだな。小麦だー、いいね、美味しいね。うん、いや、なんかもらっちゃおうかな。なんかあります？あてみたいな。夏ぐらいになっちゃう。夏ぐらいになっちゃう。あ、今日はあれないんだ、あの煮込みは。あ、煮込みあります。昨日仕込んでくれてた。お、ございます。じゃあ煮込みをちょっとください。ちょっとでいいんで。煮込みがあるんですよ。おお、ね、すごい美味しい煮込みを作るんです。あのもう一人女性のスタッフの方がいらっしゃって、その子がね料理結構できる人で、でもね大河くんもね頼んだらパスタとかもねやってくれたり。そうですね、うん、まかない的な感じで、まかない系の、だから小腹減ったらそれも食べれる、いただけるという素敵なお店でございます。教えたくないんですけどね。本当今日マジで。そう、雰囲気ありますね。そうだ。教えたくない。普通ね。普通にね、だってピューンだからさ。俺はなんか、うん、なんか、何？繁盛しちゃう。ね、お店は繁盛してほしいけど、繁盛してると俺は入れないっていうね。そういうのがあるんで。悩ましいところ。悩ましいところでね。で、あともう、これは別に全然言ってもいいと思うんだけど、俺がすごく仲良くしてる詩人の友達で、黒川龍介、ポッドキャストの方出てもらってる、彼も、ここでね、土日、土曜日だけ、土曜か日曜、土曜か日曜どっちかに、店に立ってる。そうですよね。そう、なんかね、ちゃんと、まあね、詩人としてお仕事できてるけど、一応見聞を深めるために、そういう普通にお仕事してみたいっつって。今なんかそういう感じでお店にも立ってる、めちゃめちゃ2枚目の男がね、いるんですけど、だから教えたくない。めちゃめちゃ2枚目がいるって言うとね、女の子来ちゃうかもしれないから、あんま教えたくはないんですけどね。うん、なんか急にこうね決まっちゃったからさ、決まっちゃったからさ、決めちゃったからさ、やらしてもらえるっていうしさ。あー、小麦だな、久しぶりに飲むな、こういうの美味しいな。昔はこれ、こういう小麦のビールを飲んで日本酒飲んでたんですよ。次に日本酒だって、日本酒の居酒屋だったから。そう、そこで出すのが一杯目のやつが小麦のビールだったよ。バイゼン系のビールだった。漁師さん基本的にビールから入って次何か飲むんですよ。そう、うん、それはうん、大基本だね。まずはビール、うん、ビールは本当に他の酒飲んじゃダメって言われてもビールが飲みたい。でもビールってずっと飲んでらんないじゃん。そうですよね、うん、だから逆にだからいいなと思うのよ。ご飯に合わせてビールを飲んだらもうおしまいってなったら、それはそれでもうじゃあしょうがねえかって思えるんだけど、ビールを飲んじゃダメって言われたらちょっと厳しいかな。なんかほら、ダイエットのためにまずビールやめたりするじゃない、プリン体がなんとかとか、
なんちゃらっつって。で、D 字だけでやだな。一番ハイボール飲むなって言われてもまあいいし。あ、そうなんですね。うん。いやいや飲むなって言われたんだよ。飲んでいいなら飲むよ。量的にはハイボールが一番飲む。そう、一番飲む。確かに。ビールから始まりハイボールだよね。ハイボールをめちゃくちゃ飲む。確かにね。大体ポッドキャストでもビールを一缶飲んで、あとは自前でハイボール作ってずっと飲んでるみたいなね。そんな感じだもんね。固めで作ります。そう、あのね、ちっちゃい瓶あるじゃん。あれで本当は4杯取れるのに、はい、俺は3杯で作るから。カチカチですよ。それはもう、でもたまちゃんの黒帯のたまちゃんの師匠の教え向けて、あの町中華でやろうぜのね、玉袋筋太郎先生、師匠がね、今日も見てきたんだけど、さっき町中華でやろうぜ、町中華でやろうぜを見て町中華に行くっていうね、そのプレーですよね。そういうことをやって楽しんでいるっていうね、昼からね。そう、でも昼からやった方がやっぱね、全然もうただ気持ちいいし、はい、ね。でもそれで言うと、うん、僕はなんとなくこう、うん、ご一緒させてもらうこともあるじゃないですけど、涼次さんが昼から飲むっていうことは、うん、こう本当に毎日飲んでるっていうことを多分ご存じない方もあんまり、もうそこはみんな知ってるんですか？知らないでしょ。こいつ毎日飲んでんだみたいな。いや、でも、うん、その涼次さんは昼から昼飲みを愛しているっていう話を愛してる。昼飲みはだから昼から飲んで、だから早く帰ればいいだけの話じゃない。うん、もうね、なんだろうね、昼からっつってもほんとこの真っ昼間っていうのはそうないんだけど、はい、まあ、夕方ぐらいからかな。夕方ぐらいに始めて、だから昼下がりに始めて、だ9時前にはだいたい家に帰るっていうのが基本のライン。でたまに今日が乗るとやっぱ11時ぐらいまで行くんだけど、そのくらいから夜はにぎわい出すから、街が、はい、それはだから危険に当たるわけだから。そう、あと混むしお店が。そうですよね。そうだ、俺混むの嫌なのよ、お店がね。お店混んでんのが一番めんどくせえなって思うから。そうそうそう、だから口開けに行くお店はね、まずここの口開け1時だからね、まあ、それはなかなかなんだよ。そうですね。そう、あのそうじゃないとこでも4時とか5時とか。そうですよ。そう、そこ行ってから他行って、その次の口開けに行くっていう。口開けにもういきなり混んでるなんてそうそうないから。そう、あとこれね、これ秘訣で言っとくけど、すっごい人気店があったりするよ。焼き鳥とか、まあ、居酒屋でもいいわ、めちゃくちゃ予約取れないみたいなとこでも、口開け一人でカウンターっつったら、まあ大概どうぞって言われる。ああ、そう、確かに、うん、口開けで一人でカウンターでもいいんでっつったら、で何時までいいですかって、ああ全然1時間でいいんですよっつって入ると、まあ入れるじゃん。で顔覚えてもらえるの、それ何回くれそう。さあもう常連だ。そう、そしたら予約の、何ていう、ちょっと都合がつきやすくて、いやー、いただきます。こちらでございます。まかない煮込みと言っておりますけど、本格的な。いや、めっちゃ本格的。本格的な牛筋煮込みがやってまいりました。いただきます。これでビールですよ。そんなもう、何もいらないでしょ、あと。確かに。うん、俺のつまんない話、もういらないと思う、多分。でも食べれるわけじゃないからね、みんながね。うまいわけよ。これよく作ってんの見てるからさ、うまい。あ、本格的なやつですよ。しかも煮込みって言いながら、その和風のもつのそれとかじゃないですか、なんかイタリア料理みたいなやつね。そうですよね、うん、そういうやつですよ。あー、それはうん、本当に美味しい、贅沢な。 うまい。小麦でのビールでパン食って、牛筋食って、たまらない昼下がりです
これは今日夜大学に会っちゃうな。いいですね。どっかで9時以降にどっかで会っちゃいそうだな。りょうじさんが、はい、そうやってこう口開けでいろんなお店に行くってやり始めたのも7、8年ぐらい前からそうだね、うん、一人飲みが大体そのぐらいから、うん、やってるね。4年でしょ、うん、7年ぐらいやっぱやってると、うん、お店をぐるぐる回ろうと思ったきっかけは何だったの？なんだっけな、バホッピングは、あ、でもまあそれこそ師匠のタモさんの感じもあるんだけど、なんかのインタビューで大森奈緒さんもなんかそういう飲み方だって聞いて、はい、うん、でそのバーホップするっていう、あの一個のところにずっといるんじゃなくて、なんか長チリじゃない、ちょいちょいちょいっていくっていう。でその方がさ、お店も回転がいいし、なんだろうな、長いされちゃってダラ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 酔っ払ってこうね、あの酔っ払いの話に付き合わせるよりは、あの困らないし、であと例えば1個面白い話があったとするじゃん、はい、これもうすげえ俺面白いんだよって思う話誤解できたりするよね。誤解そうそう、まあ、店を変えて喋れるわけだ。そうするとね、話の精度が上がってくるね。そうなの、落語みたいな感じよね、ほんと。何度も何度も繰り返すうちにだんだん話の精度が上がってくるっていう。で、まあ、酔っ払いだからもう何度も何度も同じ話する。 で言ってた、あの他の店の子が言ってたけど、ほんとね、だんだん話の精度が上がってくるから楽しいって、あの同じ話されても。その精度の上がり方を楽しんでるって言ってたから、うん、そういうことになるんだなって。ちょっと酔っ払ってんのかな、昼からこんな話しだすってことは。こういう涼次さんが見れるのが、うん、リップチャンネル。なるほど、そうですね、なるほどね。今日は本当に整髪料もつけずにやってきてます。もうスノーレをね、スノーレを、ね、見てもらおうと、見ていただこうと、うん、ただ恥ずかしいんでサングラスだけはしてるっていうね、うん、そういうことですけどね。